その社会そのものはすごく複雑になってきているけれども、僕は考える建築はすごく単純ですね。で何が複雑になっているかっていうと、その建築を機能で考えるからではないかと思っていて、その機能はすごく複雑になってきているけれども、その機能ということはあんまり意味がないと僕は思ってるんですね。例えばいい場所を作ればどんな場所ででも人間は本を読むことはできる。だから図書館でその本を読む場所っていうのはもうどんなところでも本なんか読めると思うし、どんなところでも演劇を見ることはできると僕は思っていて、その建築を作るっていうのは機能でなんか複雑なものをまとめるのではなくて、いい場所をいくつかを作ることで、そこでは何をやってもいいと、家具の置き方だけでそこで何が行われるかということは決まるというふうに思ってるので、僕の建築はすごく単純、ある意味で単純だと思います。自然の中みたいな、そんな建築を作りたいんですよね。バーチャルなもの、リアルなものではなくて、バーチャルなものが社会をこう支配してくるような時代になった時に、僕らの身体って変わるのだろうかと。でその時の身体感覚を想像すると、そういう身体が望む建築ってどんなものだろうということを想像しながら建築を考えてみようと思って、仙台の初期にそういうことを、仙台メディアテックの最初の段階ではそういうことを考えてました。でも実際に建築が実現するまでにさまざまな苦労があって、そのプロセスの中でもう一度やっぱり建築ってリアルなものでないとダメだなということを思い始めて、で、そこから急激にこうもう一度物そのものとか鉄とか、コンクリートとか、そういうバーチャルではないリアルなものへの力というかな、そういうものに急に戻ってきた。で今は、むしろその反対ですね。アンドロイド的な身体ではない、いくらバーチャルになってもそこで人間っていうのは変わらないで残る、もっとリアルな身体は持ってるはずで、そういうものの方が建築家はそういう身体を追求していくべきではないかというふうに思っています。技術の進歩は少しずつ建築を変えていくと思いますね。それいろんな技術があって、施工の技術もあるし、それから設計の作り方もそのコンピューターの技術によって変わっていくし、例えば僕は3次元の曲面をよく使いますけれども、それはコンピューターがなかったら多分できないと思うし、そういう意味で変わっていくけど、僕が未来の建築は、僕が目指す未来の建築は自然にどれだけ近づいたものにできるかっていうことですね。建築はやっぱり建築なんだけれども、でもできるだけ自然の中にいると人々はなんかリラックスできると僕は思ってるんですね。建築の中に入ってしまうと緊張する。だからできるだけ緊張しない。だからだから昼寝ができると思うんで、自然の中にいるような気持ちいい、居心地の良い建築を作ることが僕にとっての建築の未来。それは信じてない建築学というのは信じてない、今の大学の先生には絶対ならなかったんですよ、僕は。それは建築を教えることではないと思ってるんですね、建築は。ただ一緒に考えよう、あなたと一緒に考えようとか、あなたとあなたの考えてることを聞いて、それを僕がそれに対して何かフィードバックするということはいくらでもできるけれども、だから大学で一方向的に何か学生たちに教えるということには興味がないんですね。だから学問にはならないんじゃないかと思います、少なくとも自分が考える建築は。仙台メディア帝国を作った時に、写真集本を出したんですが、それはアンダーコンストラクション、仙台メディア帝国アンダーコンストラクションっていうテーマで、それは作ってる間が建築家のやることではないと、できてから、むしろ使われ始めてからの方が建築は変わっていくべきだし、建築はそこから生き始めるんだという意味で、永遠にアンダーコンストラクションという言葉を使ったんですね。だから常にどんな建築の場合でもどのようにそれが使われていくか、そしてやっぱりちょっと硬い都市という印象がありますね。上海と特に比べると道幅も広くて、なかなか歩いて渡るだけでも大変なような印象があるし、最近ここのとこしばらく行ってないのであまり分かってないんですけども、すごいなんかちょっと東京に住んでいるとなんていうかな、そのスケールが全然違うから、なかなか親しめない都市という印象はありますね。やっぱり今世界中コロナの影響でいろんな人が旅行ができなくなったり、それからたくさんの人と会うことができなくなったり、随分生活が変わってるじゃないですか。それで仮に来年まで続くか再来年まで続くかわからないけれども、コロナによって何か社会は変わるだろうか、そして変わるとすればどんなふうに変わるんだろうかということをいろんな人たちが提案して、そういう展覧会を見てみたいなと思いますね。コメントではね、文章ではすでに僕も何度も書いたり、いろんな人がいろんなことを言ってるけれども、実際にそれが都市っていうのは、明日の都市っていうのはどう変わるんだろうかっていうのを少しビジュアライズしたようなイメージの展覧会になったらすごく楽しみですね。